はい、じゃあ2019年10月22日本日の仮想通貨時価総額、上位10等国にドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、前日それほど差がない、本当に差がない223ビリオンなんですから、アメリカドル換算でチャート見ると何でしょう、何でしょう、 SV 何やらかしたんでしょう、 13% と。他は 1%、2% の上昇ぐらいで、下げにしても LEO が 3% ぐらいで、そこまで大きな動きないのは時価総額から見て取れるんですけど、何やらかしたんでしょう、 SV だけ。そこで目立たんところに地味にリンクだって 3% ぐらい上昇しようし、なんでしょう、なんでしょうということで、それで日本円換算の時価総額と、こちらもそれほど前日差がない24兆2559億と。では順番に SV に期待しつつ、時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足 20MA どうでしょう、これ少しは上向いたんですけど、まあこれぐらいの角度は微妙なとこだな。 120MA は逆に水平に近くなって、ロウソク自体はそこまであれだな、入学ないですね。高値安値そんな変わっとるわけじゃなくて、レンジってやレンジだけど、下げに近いってや下げに近いというか下がっとるんですけど、ただ綺麗に下げてかんとこが1ヶ月ぐらい続いてるとこですね。で癒やしていくと、一応は 20MA の上にロウソクはあるんですけど、非常に危ういとこですよね。こっからもう一回食らってもっていう可能性はありますし、綺麗に上げてかんとこを見るとそこら辺があれですよね。やっぱこの高値を更新94とか、それがないとさすがにあれだな、直近の高値更新しんことには辛いだろうなというところで、4時間いくとその通りで、 20MA は右上角度ついていけそうな感じなんですけど、昨日の夜中ですか、ここら辺でちょこっと食らって、1回日足の 20MA 換算ぐらいも落とされたところが88とかか、そっからは少し戻して89とか半ばぐらいとかうろうろしとんですけど、綺麗になかなかあれですね、上げてかんすわね、そりゃそうだろうな、下げ相場なんだね。ただ下げるにしても綺麗に下げてかんということで、まだまだあれだな、一応は20の上におるけど、なかなか信用できんとこですよね、危ういとこですよね。はい、ということで次はイーサ。珍しく本日はビットコインとイーサが若干マイナス、それ以外はプラスという、まあ珍しい日なんですけど、イーサリアムへ話を移すと、25MA7目角度変わらず、ただロウソクが週足単位でどうでしょう、今週じわりと安値切り下げまではいかんけど、マイナス形状しそうかどうかというところで、大きな動きではないんですけど、微妙なところだなって。これもやっぱどっちつかずの綱引きが続いてますわね、ビットコイン同様に。で冷やしていくと、これがまたよくわからなくなったのが、 25MA が右上、ただ7目右下、ロウソク下にいますし、ようわからんところですね。一応25の下なんで目線は下なんですけど、角度がなんかあれだな、これで右上向くんだな。25期間だからここら辺がまだあれですか、そういう影響があるのかなというところで、4時間いくと、これもまたようわからんのが、 25MA がやや右下、もうロウソクが一応その上におると。ただこれジグザグジグザグ25を中心して上げたり下げたりしとるから、定まらんけど、まあ水平ぐらいという感覚でいいでしょうね。緩やかに下がったら下がったんですけど、まあ非常にわからんとこなんで、関わらん方がいいところですね。週足見ても本当そうだもんな。ビットコインのように1ヶ月ぐらいレンジが続いとるんで、まあそこら辺蹴りつくまでってところですよね。はい、次はリップル。週足25名やや右下、7名少し右上、角度変わらない。ロウソクがどうでしょう、いい感じになってきてんじゃないですか、これ。すっごい上げ幅は少ないんですけど、微妙にじわじわ戻して 7MA の上、25も近寄ってきて、ちょっとあれだな、夢見させるようなとこだな、これな。25触りかけて抜けかけたら期待したくなるわな。特に価格が低い分余計あれですよね。で、冷やしていくと。25名右上角度変わらず、ただ 7MA がここ4日ぐらいずっと水平ついて、ロウソクもその直線上です。つまりそんな大きな値動きしていないってことですね。4時間いくと。なんだかんだ言ってじわじわ戻しつつあるのが、25MA が本当にさっきのビットコインとかイーサじゃないけど、右上向いたり、なんか左下向いたり、右下向いたり、まあ右下も左下もあれですけど、ようわからんようになるんですね。ロウソクがその25を上げたり下げたりしながら定まらんまま、一応現在時間は25の上におるんですけど、これも綱引きがはっきり決まらんってとこでしょうね。ただ期待値的には特に99も上行っとるし、まだ下抜いてないですし、十分余裕はあるってことですね。ここは本当ね、逃げて売る場面じゃないですよね。じれったい相場になってますけど。はい、じゃあ次はキャッシュ ABC。 週足25名7名特に角度変わらない、もうロウソクがほっとりじわじわあれですね、高値更新まではいかんけど、ほっとり少しずつ戻して7名との帰りを詰めてますわね。触るとこまでは行ってないんですけど、これで前日が一応2倍以上上昇していますと。で冷やしていくと、25名7名水平気味、その上にロウソクいて、一応25は抜いて、ここまでは目線立っとるところですね。ただそこまで帰り幅離れとるとこじゃないんで、危ういって危ういですよね。週はさすがに下なんで。で4時間いくと、ここはもうほんと絶好調なのが、25右上角度ついて7名もいい角度、
ただ現在時間では7MA がロウソク触っていますけど、それでもまだまだあれですね、下抜けたとこわけではないですし、何がどうでキャッシュ税にここまで買いが入ってたんでしょうね。ビットメインのあれとかかな、マイニングファームとかそういうのかな、それだけでそんな風になるのかな、全く読めませんというところで、はい、次はテザー。はい、も変わらずそんなに大きく動きしてないのが、やっぱりビットコインとかにそこまで集中した買いとか売りが入ってないってことでしょうね。長い足つける瞬間がないもんね。そうだわな、1ヶ月ぐらいそんな週足でレンジ臭い動きになったんだから、そこまで大きな動き出るっていう瞬間がないですよね。キャッシュとかとはまた別だもんで、やっぱあれだろうな、ビットコインが一番テザーの相場に影響を与えるでしょうね。そんなに大きな乖離離れて変な動きはしていないってことで、ニュース関連に関してはまあ裁判沙汰とかちょろちょろはありますけど、まあ、テザー、ビットフェニックス、ステーブルコイン絡みは特にはありませんというところで。はい、次は。ライトコイン。週足25目、7目、角度変わらず右下。ロウソクがどうでしょうか。マイナス計上しそうな本週でもありますけど、一応は本日プラマイゼロぐらいでなんとか維持しとるんじゃないかなというところで。ただこの週足見る限りはね、あんまりってところですよね。7目も右下ピクリと角度ついてますし。で、日足行くと、ここもそうだな、本当に。25じゃなくて、7が抵抗線になっとるような感じで、25水平、その少し下に7が水平気味にいて、その直線上にロウソクがいるという、まあ、ここを抜けん状態が本当にどうでしょう、1週間ぐらい続いとって、まあ、そんなにつまり、値動きしていないってことですよね。で、4時間行くと。ただ、こちらは一応、目処が立っているのが、25水平気味、7は右上角度ついて、その直線上にロウソクいて、一応は25の上にいますということですね。これでも日足がずっとあれだな、歯がゆいことやっとるんだな。ちょっと各トークン、時価総額の動きがないにしてもばらつきが出てきましたわね。ライトコインに関してはあいなく冴えない相場をしているということで。はい、次は。イオス。週足25目、7目、角度変わらず右下。ロウソク自体もそんな返り詰めれるわけじゃないで、環境的には変わってないですよね。むしろ7目また右下向きかけて嫌だわな、これ。ロウソクも触れる状態じゃないですし。で、日足行くと、こちらもそうだな。25は若干右上向きかけて、7目は右上向きかけとるんですけど、それでも7の直線上でロウソク値動きして、やっぱ25は抵抗線になってるような感じですもんね。ライトコインに近いところですもんね。ここが抜けそうで抜けんじれったい状態がずーっと続いとるって。4時間いくと、ここは一応目の立ったのが25水平、7目がじわり右上向いて、その直線上にロウソクいますけど、ただ乖離幅的に微妙ですよね。1個食らったらパカーンやられる可能性ありますし、もともとそんな週とかのサポートがあるわけじゃない、ここで強気にロングとかっていうことないですよね。もう本当はっきりした方向性が定まるまで、まあ、できればあれだな、下げ相場だから綺麗に下げていくところで下抜いてたところですよね。そこを待ちたいというところで。はい、じゃ次はバイナンス。ニュース的にめっちゃでかいロシアルーブルよりカカオとの提携にバイナンスなんですけど、相場にはほとんど影響を与えてないのが25目、7目角度変わらず、ロウソク的にもそんな週単位値動きしてない、つまり相場環境変わってませんということで、まあ、ニュースネタは向こうで言ったんで別ですけど、そうだな、あれは私的には価格は値上がってもいいようなニュースだと思うんですけど、ということで。で、冷やしていくと、25目やや右上、もう7目はずーっとあれですね、水平で、どうでしょう、1週間ぐらいそこまで大きな値動きしてませんよね。7の直線上でロウソク値動きして、上下幅触れることなくレンジですもんね。一応前日比は 1% ぐらいプラスなんですけど、これ見る限りは大きな動きありませんと。で、4時間いくと、どうでしょうか、こちらもそうだな、25が一応は現在水平も、まあ、ジグザグしながらほぼ水平ですよね。日足のホットチャート通りで現在時間は一応25抜いて上にロウソクおるんですけど、それでもそんな大きく動いとるわけじゃなくて、上げたり下げたりを繰り返して、なかなかここの綱引きが定まらんってことでしょうね。もっと買われてもいいニュースだと私は思うんですけど、ということで。はい、じゃ次は SV。 どうでしょうか、どうでしょうかというのが、30目があれなんですね、これ緩むことなく右上向くんだというのが、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17、 ここまで入っても抜くんだ、すごいなというのが、 30MA 右上向いて、何より 7MA をロウソク半分ぐらい突き抜けてきましたもんね。本日 13% ぐらい上昇と、角度は変わってないんですけど、何これ、さすがに下げるの早いと戻すのも早いんか、ここ前詰めてきたもんな、嫌だなこれな、なんかいい匂いさせるな。で、冷やしていきますと、それでも 30MA は右上向いてないのが、冷やしのチャートで言うと 30MA 右下もただ 7MA が角度ついてロウソクはその上行きましたと。さすがにそうだな、10何パー上げや、それあれだろうな、上抜くのは当然としても、30がこれでも上抜かんのですね。いかに今までこのレンジが長かったことですね。長かったよな、これ本当に1ヶ月とかじゃないもんな。やっと動き出したところでしょうね。4時間行くと、まあ当然でしょうね。4時間足の範囲内で高値更新、
夜中の1時上げ始めたのがどうでしょう、これ20日の9時ぐらい、そこからじわじわ来て、特にあれですね、やっぱり昨日の夕方5時、さらには本日夜中の1時、この2発がでかいな。これで一品跳ね上げたもんな。3時も角度ついて 7mm 右上、ただ現在時間では叩かれて 30mm に安値が触りかけてますけど、まあそれでもあれだな、期待させるとこだな。週足の30はあれで角度つくんだ。 7mm の角度は変わってないですけど、抜きかけてな、恐ろしいな。やっぱ下げるの早いとこ上げてくるの早いんだな。まあ、もちろんこのまま上げていくとわからんですけど、少なくともレンジにはまあ蹴りをつけて、ちょっとね淡い期待をさせるような状況になってきたというところで、はい、次はステラ。週足25名緩やかな右下、7名緩やかな右上、角度変わらず、ただこれ週単位で見ても地味にあれなんだもんな、1ヶ月ぐらい一応上げ続けてるんですよね。ほんのね少しなんですけどね、価格的にはじわじわと7名は戻してますけど、それでも25との乖離はまだまだあるんで、環境を変えるどうのこうのじゃないですよね。本当にじわり戻しとるというところで、で冷やしていくと25緩やかな右上、7名も同様、ロウソクは25の上にいて、 7MA の緩やかな右上向きの動きしてますわね。レンジではなく本当にじわじわ上昇してる。ただやっぱ一発食らったりすると怖さはありますけどね、特に週足が全くねサポートしてないんで。4時間いくとどうだろう、ここ目処立ったかなというところなんですけど、25は緩やかな右下なんですけど、 7MA 右上向いて、その上にロウソクいて、これも EOS とかライトコインとかで一緒ですね。25を中心にしてこうやって上げたり下げたり、ジグザグした相場を築きながら、なんとか現在時間で上抜いてたことですね。ただこういう例までまたパカーンとやられる可能性もあるから、乖離幅離れて冷やしとかの目でも立て込むと安心はできるんですよね。こちらも本当週が動いてないというところで、はい、とそれで最後はドル円。例によって昨日の似たような時間から追いかけていきますと、短期が右上向いた108円4銭とか5銭とか推移しとるところをじわじわ戻しつつ、ロンドン入ってもなんとかあれか、これ中期50円目を抜いていくんだ。これで108円6銭とか見える。ただ6時とかそんなあたりに叩かれ出して、夜10時とかここら辺で108円4銭とかいっちゃうんだ。下抜いて短期をです。もうニューヨーク入る前とかにじわじわ戻しつつ、ニューヨーク入っても108円5銭ここら辺で短期中期上抜けぐらい、それを夜中推移しながら朝方アジア入るぐらいのところか、108円5銭後半とかで推移するも、そっからなんとかあれですか、短期に角度つけつつじわじわ上昇して、特に朝9時ここで108円7銭が見えるところ、ただその後それぐらい伸びることなく、お昼とかに短期に触りかけた108円6銭、現在時間ではそうですね、108円6銭5銭後半とかそんなあたりで推移してます。ただ中期が水平になって乖離幅を離れて、まあなんとか目処立ったところじゃないですかね。1時間足ですけど、で冷やしていくと、こちらはな強いな、短期に触りかけたロウソクが再び売っちゃったってことですか、まあ、本日の1時間みたいな感じでしょうね。ここであれか耐えましたか、なんとかあれですね、下抜けることなくいけそうかどうかってことですね。一応安値は短期に触っていませんと、中期との乖離幅こんだけありますし、まあ、本当楽観ゾーンですよね。仮想通貨で見るのは25にしたら多分このあたりでしょうね。まだね、短期触るぐらいだったら他買っといてもいいし、ここぐらい短期と中期の真ん中ぐらいまで来たらちょっと考えてもいいかなところですね。で週足いくと、こちらもまだまだ安全圏内なのが、短期右上向いてロウソク乖離離れて安値触ってませんし、むしろ高値がだんだんね中期との差が詰まってきて触れそうというところになってきますもんね。ここら辺触っちゃうともう本格的なでしょうね、上昇モードに入ってるところでしょうね。はい、ということでそんな感じで、まあ もちろん本日はぶっちぎりで十何パーも上昇した BSV に戻しましたけど、なんでしょうねネタ的には。ただキャッシュ勢強くて、特に SV の方に買いが入ってますけど、よくわからんね、時価総額的には動いてないから。もちろんビットコインに相場影響ないとやっぱり時価総額が上昇支援下がってかんというのありますけど、 SV だけなんかあれだね、十何パーもねこのタイミングでね。当然週足でもこれ短期半分ぐらい頭抜いてって、中期の角度 30mm 変えることなく乖離詰めて、ちょっと淡い期待させてきますもんね。冷やしまでこれで目処が立って、ただ冷やしの30はまだ上向いてないですけど、まだって言ったな、期待させればな、こんな風になると。それだけやっぱこれ値動き荒いんでしょうね。どうしてもその上がってくのが早いってことは下がってくのも早いから、ちょっと別物だな。仮想通貨の中でもハードフォークして、特にあれだな、キャッシュとは別の動きしてますからね。他のところで言えば珍しくビットコインとイーサだけがじわり減収、まあそこまで大きなってとこじゃないですけど、綱引きはまだまだ本当定まってないですよね。冷やしレベルまで目処つけようとしてるんだけど、乖離幅がないし、マージンもね週足のサポートもないもんで、ね、どうかってことですね。他で言えばリップルがじわじわと戻しつつ、これもちょっと期待させるようなところ、逆にライトコインとイーサがねじりっぽくて、なんかじわじわ下げてあんまりね関わりたくないという感じで、
バイナンスはニュースネタほど全く上昇してなくて、これもちょっと綱引きが続いとるけど、まあ期待的には微妙かなとこですね。ステラも戻しつつあるんだけど、その戻し幅が低くてあまりにもあれだもんな、どうのこうの言える状況じゃなくて、ただそれでも時価総額10位だから下の方がよっぽどあれだろうな、まあ、チェーンリンクは地味に地味にね、まああれはもう相場強いもんね、本当に SV に隠れて目立たんですけど 4% 上昇とかでかいよな、本当どこまで行くんやという感じで、まあ、時価総額は前日それほど差がないけど、結構個別トークンで意外に動きができたよなと。今までそうだもんな、仮想通貨全部が連動して、大体ね、緩やかな下げ相場と全体的に下げ相場、地利だとほとんどレンジっていう、まあ面白くない相場だったけど、これぐらいですよね、個別でバラバラになってくると、見がいもありますわね。それとともにね、選択肢も増えますしね、トレードとか取引していく、両方言葉は一緒ですけど。にしても SV は何なんでしょうってことで、マイニング関連がそんなに影響したとは全く思えないんですけど、ネタ的に他にないよな、というところで。はい、ということで、そんな感じで、以上、2019年10月22日、本日の仮想通貨時価総額と上位10等分にドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。